知らんぜ。見ない顔だな。シズさん。ええ、かなりの実力者ね。魔法使いのようだけど、隙がないわ。信じられない。今の今まで全く気配を感じなかった。我が操り人形を倒せたとて、悪デーモンである俺に勝てるとでも、貴様ごとき低俗な悪魔など。誰が低俗だと？赤の軽類は自信過剰すぎる。バカだ！お前は、いや、あなた様は。お前のような魔族に組みする恥さらしに生きる資格などありません。その金色の瞳、赤い瞳孔、この圧倒的な強さ。まさか、その、貴様、もしかして、原初の。おや、白色ですね。あやつは何という、何という恐ろしい奴をこの世に解き放ちよったんじゃ。おや、もう終わりですか。悪デーモンだと。ただいま戻りました、我が君。どうした？お目覚めになられたようで何よりです、我が君。無事に魔王へとなられましたこと、心よりお祝い申し上げます。誰だっけお前。これはご冗談を。悪魔である私が心にダメージを受けました。ずいぶん高位の悪魔っぽいが、こんなやつ知らないけど。こいつどう見てもグレーターデーモンとかそんなチャチな存在じゃなくて、もっと上位の存在だよな。ちょっと何をするだ。私の全魔力をもってしても逃げ出せない。リムル様、このふざけたハムシにどのような処分を下しましょう。何を、何なの。こいつただ者じゃないわね。リムル様には我よりも強き者がお仕えしておりますゆえ。数の少ない系統か。そうかよ、道理で俺を恐れないわけだ。あの系統は自分勝手で興味本位だからな。そんなお前が自分より強いと認める者がいるのか。あの方がリムル様にお仕えする以上、今を逃せば活躍の場などなくなりますので。そうか、そうかよ。お前も動くのか、原初の黒、ノワール。ノワールが使えるとなると、あのスライムはさぞかし面白い存在なのだろうな。リムルという名だったか。久しぶりですね、ビオレ。何しに来たんだよ、ノワール。ディアブロと呼ぶように。まさか名前を？一体どこの物好きが。なんか強くなってない。安心しなさい、あなたと同じ程度の力しか出していません。ああ、ムカつく。ところでさ、そのディアブロって名前誰にもらったの？君に名付けできるやつなんて一体。いと尊きお方ですよ。またの機会にじっくりと語り聞かせて差し上げますよ、リムル様の素晴らしさをね。リムル、ね。じゃ。そうだ、この男は、原初の、七色の悪魔の一人、ノワール。だが、下に恐ろしきは、この悪魔が使える存在がいるという事実。恐怖を克服だと？笑わせるな！アークデーモンなど、我が祖国では珍しくもないわ！東では対悪魔の戦術は研究され尽くしている。人間を舐めるなよ。デーモンの最終進化がアークデーモンである以上、魔王種には絶対に到達しない。確かに我々デーモンはそのエネルギー量の上限が定められています。ですが上位への進化は可能なのですよ。はあ？あなた方もご存知ではないですか、ルージュという魔王のことは。
限界値まで力を蓄えてから2000年以上年を重ねるだけで済む。あなたの出身地である東方ならブランの方が有名かもしれませんね。つい先日彼女の魔王覇気を観測しましたし。紅に染まる湖畔地縁のことか、うん、ありえない。ルージュだのブランだの貝の悪魔が上位存在を呼び捨てにするなど、そんなことは絶対。つまりこいつはありえるか。こんなことあるはずがない。勝てるわけがない。助けてください。命だけは何とぞ。お許しを。私は金で雇われただけなのです。どうか命だけは。ならば下がっているがいい。正体ですか。私は確かにあなたがおっしゃっているようなアークデーモンではありません。デーモンロードに進化を果たしています。大して違いませんが、お間違えなきようお願いします。デーモンロード。デーモンロード。下手をすれば波の魔王を凌駕する伝説上の。そういうことか。くそ、魔王リムルは一体何を考えているんだ。こんな奴に名前を与えるなんて。それでリムル殿、一つ質問してもいいかしら。はい、何でしょう。うん、伺いましょう。貴殿はそこの悪魔をどう処するつもりだ。その危険極まりない現象。いや別に、確かに強いけど、ディアブロは気持ちよく働いてくれているし、危険ってこともないんですが。その悪魔が暴走したなら、貴殿はどう責任を取るつもりじゃ。暴走？そりゃ暴走する前に止めますよ。被害を出さないようにするにはそれしかないでしょ。なんで嬉しそうなんだよ。はぁ？ちょっと待って。君がその悪魔を止めるの？責任を持って。はい、暴走しがちなのは確かですが、最近は俺の言いたいことを理解してくれるようになって、以前に比べるとかなりおとなしくなったんですよ。